今年は優勝しか目指さないと宣言していた日本ハムファイターズの新庄剛志監督にもかかわらず、4月が終わった時点で9勝16敗と早くも7つの負け越し、昨年から定位置のパリーグ最下位からなかなか脱出できない、低迷するチーム状況を反映するかのように、4月20日には本拠地エスコンフィールド北海道は試合前から内外野ともに空席が目立ち、観客数は今季最少の15,816人となった。この現状にネットからは、平日とはいえエスコンガラガラすぎるだろう、エスコンフィールド空席が目立つな、やっぱりチームが強くないとね、といった声もあった。鳴り物入りで開場した新球場に早くも閑古鳥が鳴くと心配されている。このままだとオフに指揮官が交代するという噂もある。噂の中には WBC を優勝したばかりの栗山英樹監督の再登板などの仰天プランも。今回は不振の新庄監督に代わり、栗山英樹監督の日本ハム次期監督プランはあるのかについて検証します。オープン戦は最多勝。2021年栗山英樹は日本ハムの監督を新庄監督に引き継ぎ、日本代表の就任が発表されたのはその年の12月のことであった。2023年3月、栗山監督は WBC を7戦全勝の完全優勝で終え、日本一に続き世界一の監督になった。一方同じ3月、WBC の侍ジャパンの快挙で隠れがちだが、NPB のオープン戦で昨シーズンパリーグ最下位だった日本ハムが勝利数では12球団の1位の11勝を挙げた。昨年度日本一のオリックスとゲーム差なしで2位につける上々の仕上がり具合だった。日本ハムを率いる新庄監督の言葉も滑らかで、テーマに置いていた勝ち癖をつけるという面では選手たちにも伝わったと思うし、選手もそういう気持ちになってくれたと思う。これを崩さず開幕ダッシュっていうこの流れをシーズンでもやっていけたら最高っすね、と語っていた。ペナントレースが始まる前、日本ハムは順調であった。しかし日本ハムは開幕ダッシュに失敗し、5月で立て直せないようなら新庄監督も早々に決断する恐れすらあるほどだ。現在の栗山監督と侍ジャパンの公認監督は、栗山監督の日本代表の契約は1年半で、今年の5月末で任期満了を迎える。WBC、アメリカとの決勝戦で勝利した直後に、今日で監督が終わる。明日から何も肩書きがない人になる。と退任を示唆したが、帰国後には、僕にやらなければいけないことがあるのならば、恩返しなので何でもやる。と、WBC 日本代表の続投に含みを持たせた。侍ジャパンの WBC 優勝から1ヶ月以上が経ち、大フィーバーは落ち着きつつあるが、幾度となく公の場に出てくるものの、自身の進退については現時点ではっきり明言していない。62歳になったばかりの栗山英樹は監督としてはまだ若く、引く手あまたでもある。ある NPB 関係者は、世論もそうでしょうが、NPB 内でも続投派の声が大きくなっています。最大の理由は大谷翔平の存在。MVP に輝いた彼がいなければ、世界一奪還の目標は達成し得なかった。2026年の次回大会にも大谷が出場するのであれば、二刀流の起用法をマネジメントできるのは栗山さんしかいない。大谷に対して具体的な指示を出すことはなくとも、長い付き合いの中で培われた関係性から、阿吽の呼吸で考えを汲み取ることができる。他の監督ではそうはいかないですから。それに今回の優勝メンバーの何人かは3年後にメジャーで活躍している可能性が高い。もともと栗山さんと接点がなかった選手も今大会で関係性が構築されたので、2026年も代表招集のラブコールが送りやすくなったはずです。采配の手腕というよりは人脈とネットワークを今後も生かしてもらいたいというのが NPB としての本音でしょう。一方で、
栗山監督が退任を示唆した直後には、スポーツ紙がこぞって公認候補の名前を報じた。工藤公康、井口忠人、高橋由伸、宮本慎也などのそうそうたる顔ぶれである。しかし、彼らはレジェンドであると同時に、それぞれ致命的な欠点を抱えているというのだ。ある全国紙運動部デスクは、工藤公康はソフトバンク、井口忠人はロッテでの監督経験があるが、どちらも選手からの人望はなかった。12球団の選手同士の横のつながりが強い時代なので、自分の所属球団の監督の評判は共有されている。ヤクルトでヘッドコーチを務めた宮本慎也も同様で、PL 学園仕込みの昭和の根性論では、今の若い選手はついてこない。悪いレッテルを貼られた指導者がチームをまとめるのは難しい。片や高橋由伸は人望はあるけれど、指揮官としての実績がなさすぎる。いつまでも栗山監督におんぶに抱っこというわけにはいかないので、後任人事で頭を悩ませている関係者は多いでしょう。仮に栗山監督が退任した場合、どのようなポジションにつく可能性があるのか。NPB でチーム編成や強化部門の責任者として、違う立場で引き続き侍ジャパンに関わっていくという可能性はある、という。誰かを日本代表監督に立て、裏方で日本代表監督を支える方法もあるが、日本代表から離れた場合は、驚きのプランが浮上するかもしれないと明かすのは、北海道のテレビ局幹部だ。早ければ来年にも日本ハムの監督に復帰するのではという話が漏れ伝わってきています。新庄剛志監督が就任して2年目ですが、開幕から最下位を独走中です。A クラス争いに食い込めば続投することになるでしょうが、このまま浮上しなければ今シーズン限りでクビになる可能性が高いでしょう。そうなった場合、間違いなく栗山さんの再登板の待望論が出てくるはずです。と語る。日本ハムはもはや最下位が定位置になっている。栗山さんの下で次の監督候補に帝王学を学ばせるというのが現実的なプランになるのでは。今もプロフェッサーの肩書きでファイターズに席を残していますし、チームのことは誰よりも熟知しています。チームの立て直しという面でも、つなぎの監督としては申し分ない存在です。球団内外から大きな異論は出ないでしょう。日本ハムの監督になったまま、短期決戦の3年後、WBC 侍ジャパンの監督になることも十分可能だ。2006、WBC 優勝の王貞治はソフトバンクホークス。2009、WBC 優勝の原辰徳は巨人監督に席を置いたまま世界一になっている。栗山監督に説得し、その気があれば人気商売の NPB と日本ハム球団は十分バックアップしてくれるはずだ。これは現実的でもある。今年、ロッテの監督に就任した吉井正人は、今回侍ジャパンの投手コーチもして栗山監督を支えた。そして現在ロッテは好調で、首位争いを繰り広げている。また、日本代表と準決勝を戦った WBC メキシコ代表監督のベンジー・ヒル監督は、大谷翔平のいるロサンゼルス・エンゼルスのコーチとの掛け持ちだった。新庄監督の日本ハムがこれから奮起すれば、栗山監督の日本ハム次期監督の噂も立ち消えになるが、今の新庄監督の取り巻く環境はかなり厳しいし、新庄監督の得意な性格もある。新庄監督の去就問題。もともと新庄監督は自他ともに認めるサプライズ男でお騒がせ男。選手としては阪神タイガースが V 争いを演じた1992年にブレイク。その後はメジャー、日本ハムなどで活躍し、数々のパフォーマンスでも話題を呼んで、2006年に惜しまれつつ引退した。自身の去就についても前科がある。1995年オフの11月19日、阪神タイガースとの契約更改交渉後、会見にて、野球に対するセンスがないって見切ったと、突如の現役引退宣言を行った。このシーズン、ブレイク前を除いて、自己ワーストのわずか87試合に出場。
打率2割2分5厘、7本塁打、37打点と散々な成績に加え、シーズン後半から指揮を取った鬼平こと藤田平監督とも反りが合わなかった。引退宣言後に父親の病気が悪化したことを母親より伝え聞き、最終的に父親を勇気づけるために現役続行を決断した。また2006年もシーズン開幕直後の4月18日、東京ドームでのオリックス戦にて1本目の本塁打を。28年間、思う存分野球を楽しんだぜ。今年でユニフォームを脱ぎます打法。と命名することにより、試合中に当シーズン限りでの現役引退を早々と発表した。引退表明以降のマスコミからの注目度は日に日に増し、新庄のグラウンド内外におけるパフォーマンスは新庄劇場と形容されて連日のように報道された。そして持っている男新庄はその年に日本ハムは日本一になって有終の美を飾った。ただ今回は選手と監督では立場も状況も違う。監督の一言で選手が試合に集中できなかったり、目指す方向性や気持ちがバラバラになりかねない。4月4日に公開された元ロッテの西岡剛の公式 YouTube チャンネルに新庄監督が出演した。新庄監督が話した将来的に違うチームの監督をしたいという部分がいわゆる切り取られる形で報じられ、日本ハムファンからも批判の声も上がった。とにかく新庄監督は自由人で宇宙人であり、過去の言動からも監督業にもあまり執着心はないように思われる。今後早期の監督辞任を含めて何が起きるかわからない。やり手の日本ハム球団も新庄監督の性格を熟知しており、もちろん次の監督候補も視野に入れているはずだ。新庄、栗山、ダルビッシュ、大谷翔平の夢の日本ハム監督リレープラン。試合前のエスコンフィールドのタワーイレブンのダルビッシュ有と大谷翔平両投手が描かれた壁画前は、記念撮影する来場客でにぎわっている。 WBC アメリカとの決勝では、4番手で日本ハム伊藤大海がマウンドに上がった後、6番手でダルビッシュ、抑えで大谷も続いて登板し、チームファイターズの続投リレーが世界一に大きく貢献した。タワーイレブンの他にも、不入りに悩むエスコンフィールド北海道にも、今後数年後に大きな追い風がある。それは、北海道民悲願の新函館北斗、札幌間の新幹線開業だ。今から約8年後の2030年度末に予定されている。これにより、エスコンフィールドも今後関東や特に東北からの集客も大いに期待される。日本ハムには大きな野望がある。長期的には、なんとか新庄監督、噂される栗山監督などが引き継ぎ、今年パドレスと6年の大型契約をしたダルビッシュが、選手を終えた後、日本ハムの監督に就任する。そしてその後は、東北岩手県出身の大谷翔平監督につなげたいはずだ。また、新庄栗山監督同様、ダルビッシュと大谷の日本ハムファイターズ愛は変わらない。プロ野球の世界は一寸先は闇。そうことがうまくいくとは限らないが、これから日本ハムが上昇軍団になっていくためにも、そして工業的にもこの線でいくのがベストであろう。どうする日本ハム。今年のオープン戦で12球団最多の5本塁打を放ったのが清宮幸太郎。最後の5本目は、今シーズンから本拠地となるエスコンフィールド北海道での1本だった。ホームランが出やすいとされる新球場で、今シーズンどこまで本数を伸ばせるか期待がかかっていた。また、23歳と若き清宮が今年こそ覚醒し、ホームラン王争いに加われば、同学年のヤクルトの村上宗隆がヤクルト、セリーグ連覇の立役者だったように、日本ハムも大きく浮上するはずだった。ところが、清宮は4月20日ロッテ戦で左脇腹を痛め、22日に仙台市内の病院で
左腹斜筋の損傷と診断されていた。その後も清宮は痛みが取れなかった。吉村、日本ハム球団本部長は、実戦は1ヶ月くらいは無理だと思う。治療を含めて鎌ヶ谷でリハビリをする。と説明した。鎌ヶ谷は日本ハムの2軍の本拠地で練習施設のことであり、1ヶ月とはかなり重症である。弱り目にたたり目とはこのことで、新庄日本ハムに出口が見えない。名将、栗山英樹監督が再登板しないことが、日本ハムにとって理想のシナリオなのだろうが、この窮地に果たして新庄監督にチームに浮上させる手腕があるのかどうか。今シーズンの日本ハムの動向から目が離せない。